対する。やっぱり出やがったな。柱の守護者かなりの力を蓄えている。これまでの2体と同じとは思わない方がいいでしょう。正念場だ。腹をくくるぞお前ら。制圧を開始する。行くぞ XRC。 おう。するぜ。このまま押し切るぜ。お任せください。攻撃の間だ。治療完了。まだ行くぜ。砕けろ。これからです。結界よ。えい、それだよ。よっ、ほっ、ほっ、だーよっ、パーミットシェル、ほっ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 、交代する。ふっ、砕けろ。ふっ、ふっ、ふっ、砕けろ。ふっ、ライオットバスター、ライオットバスター。砕けろ。遅れを取るな。任せろ。ブレイカー。焼き尽くせ。ファーストランサー。あとは任せたぜ。ハーケンクライシス。やられはしない。遠縮交代しろ。よっ、パーミットシェル。負けないやがれ。
もしかしてコウ君たちが守備よく言ったようじゃの。あれあれだね。これで塔への道が開けたはずですが、でもなんだろう、嫌な気配を感じたような。ええ、膨大で無数の力が現れたような感覚。多分塔方面からだわ。そいつは改めて状況を確認する必要がありそうだな。とりあえず一旦俺も学園に立ち寄らせてもらおう。お前たちも戻るんだろ。ええ、そのつもりっす。なら秋や後藤の旦那にも声をかけといた方が良さそうだな。時間的にはもう夜なんだっけか。たく、空があんなだと感覚が狂うっつが。リョータ、
チズル、どうした、中に入ってろよ。差し入れよ、差し入れ。ずっと見張りをしてるんだもん。昼だってあんなに無茶したんだし。こんくらい無茶でもなんでもねえさ。あいつらも頑張ってんだ。こんくらいは男を見せねえとな。漆黒の天使の軍勢、結界が解けたってのにこんなものが現れるとはな。巨塔に備わっていた第二の防衛システムでしょう。まるで侵入者を徹底的に拒絶しているかのようね。全方位に隙間なく展開して穴はありません。天使クラスも数十体確認できています。あんなのが数十体も。私の時だってあれだけ手こずったのに。突破できる可能性は限りなく低そうだね。せっかくみんなが頑張って結界を解除したのに。確かに厳しいかもしれねえ。だが道が閉ざされても何としてもこじ開ければいい。俺たちはいつだってそうしてきたはずだ。先輩、コウ君。ああ、諦めんのはまだ早いぜ。後藤さんやアキたちにだって協力を取り付けてるわけだからな。国防軍、特戦部隊イージスも全面的に協力させてもらうつもりだ。なんとか成功率は上げられるだろう。無論ゾディアックの部隊も全力でサポートさせていただきます。うん、まさしくこの地に集う総力を結集できるはずだ。必ずや諸君を党に送り届ける。そのために一致団結するとしよう。おじい様、京花さん。心強いです。だったら僕も手伝わせてもらうよ。ジュン、動いて大丈夫なのか？ああ、だいぶ回復したから明日には戦線復帰できるだろう。それにいつまでものうのうと休んではいられない。オルデンの騎士として、何よりコウたちの友人としてね。小日向君、たく頼もしすぎるだろう。なんだかやれそうな気がしてきました。確かに連携次第で戦力は何倍にもできるか。うんうん、スピカだってそうだし。結界が消えた今こそが唯一無二の機会かもしれません。確かにここが正念場でしょう。ええ、こうしている間にも第二の最悪は近づいています。できれば明日中に何とか決着をつけるべきかと。とにかくこれが正真正銘
最後の試練だ。みんなで考えてみようぜ。森宮を救うための道ってやつを。一応行動の方に仮眠所が作られたんだったか。作戦決行は明日。俺も早めに休んだ方がいいか。そういえば他の連中は何をしてるんだろうな。適当に回って話しかけてみるか。時坂くん生徒会室へようこそ。眠れませんか？そういうわけじゃ。美月先輩は何してるんすか？京花さんからの市内の調査報告書に目を通しているんです。さっきのミーティングで作戦概要は大方決まりましたが、予定通りに行くとは限りません。あらゆる状況を想定して万全を期して臨む必要がありそうですから。なるほど、確かにそうかもしれませんね。さすがは美月先輩っつうか。今日は堅苦しい話はこれくらいにしましょうか。そろそろ一区切りつきそうですし、一緒にお茶でもいかがですか？美味しいっすね。爽やかなレモンの香りがするのに酸味もほとんどなくて。レモンバームの買い置きがあってよかったです。心を落ち着ける効能がありますから、今の状況にはぴったりでしょう。すみません、先輩、日頃からいろいろと気遣ってもらっちまって。困った時はお互い様です。私の方こそ皆さんの存在にいつも支えられているんですよ。特に時坂くんにはどうしてか普段言わないような弱音まで聞いてもらうことが多いですし、だから今日は私の番ですね。え？時坂くんには本当に感謝しているんです。それぞれの立場やしがらみを超えて人は支え合うことができる。それを私に教えてくれましたから。美月先輩、私では力不足かもしれません。でもそっと寄り添ってそばで支えてあげるくらいはできると思っています。ゾディアックの立場以前にこの学園の生徒会長として、何よりも北斗美月個人として、私を支えてくれた時坂くんのできる限りの力になりたい、そう思うんです。オンオンに着るっす、先輩。
なんとか自分自身で答えを出してみせます。だからもう少しだけ見守ってもらってていいすか。俺がそこへまっすぐにたどり着けるように。わかりました。時坂君なら大丈夫。きっと最善の道を導けると信じていますから。お茶の続きにしましょう。好きなだけゆっくりして明日の英気を養ってくださいね。そうさせてもらいます。塩先輩、どうしたんすか、こんなところで。いや、ちょっとな。お前の方こそいろいろ歩き回ってるみてえだが、じっとしてられねえのか。どうすかね、俺自身にもよくわからないっつうか。塩先輩。なんでもねえよ。ちょうどコーヒーでも買いに行こうと思っててな。せっかくだからお前も来いや。おごってやるからよ。ごちになるっす。さっき少し考えていたんだ。この状況、あいつだったらどうするかを。カズマだったらお前たちにどんな言葉をかけてやるのかを。俺の記憶の中にいるあいつに何度も何度もな。それで答えは。情けねえぞ、しよう。こんな状況で死んじまったやつにすがって何になるんだ。自分の頭で考えて立ち止まらずにとにかく動け。それがブレイズ魂だろうが。まあ、あいつならそんな感じに答えるんだろうな。なんだか不思議っす。俺は一度も会ったことないってのに、先輩の言う通りのことを間違いなく言ってくれそうな、そんな気がしてくるっつうか。多分先輩の中にちゃんとカズマって人の魂が受け継がれてるんでしょうね。だったらいいがな。だが俺はあいつじゃねえ。あいつには絶対になれない。俺はあくまでも俺の魂をただひたすらに示し続けるだけだ。 XRC の連中、アキやブレイズの仲間たち、そしてお前にな。塩先輩、お前のここに何が渦巻いてやがるかは知らねえ。そいつがどれだけの重さなのかも分かるのはお前だけだ。だが俺も他の連中もとっくに覚悟はできている。
そいつを一緒に背負ってきつい坂道を登りきる覚悟がな。あ、その気になったらいつでも頼ってこいや。少なくともこっちの方はお前に頼っているつもりだぜ。背中を安心して預けられる程度にはな。オンに着るっす。その時は存分に頼らせてもらいます。